モネガスクフランは、ユーロに切り替えられた2002年までのモナコ公国における法廷通貨。フランの100の補助単位として、3チーム、1重0のものとして、デシーム、デシミーがあった。モネガスクフランは、フランスフランと共に東下で流通されていた。フランスフランと同様に、モネガスクフランも1960年に、 900フランを新1フランとする改定が実施された。またユーロに対しては1ユーロイコール6.55957フランと定められた。ユーロ切り替え以降、モネガスク、フラン効果には未使用化を含めても貨幣収集における価値しかない。モネガスクフラン効果をユーロに交換することができる期間はすでに終了している。 モナコにおいて初めてとなる重心法の効果は1837年から1838年にかけて発行されており、その学面は53チーム、1でシーム、5フランであった。53チームと1でシームは、銅と真鍮で鋳造されており、その時以前に鋳造されていたフランスの効果と同じ大きさであったが、一方で5フラン効果は、フランスの効果に合わせて作られていた。 1882年以降はこれらの硬貨が発行されることはなく、その代わりに100フラン金貨が1904年まで発行されていた。1924年から1926年にかけて53チーム、1フラン、2フランアルミニウムアオドがフランスの硬貨と同じ大きさで発行されていた。1943年、1フラン、2フランアルミニウム貨が 導入され、その後1945年にアルミニウム製度に変更され、5フラン効果がアルミニウムで製造された。1946年には10フラン白銅化が、1947年には20フラン白銅化が、それぞれ導入されたが、これらの効果は、フランスの効果に合わせて作られたものではなかった。1950年、10、20、 50アルミニウムアオ銅カと100フラン白銅貨が導入され、その後1956年に100フラン効果は、フランスの同額面効果の寸法に合わせるために、小さくなった。1960年のフランの価値改定の際に、モナコでは1フランニッケル貨と5フラン銀貨を発行した。1962年には10、20、50フランアルミニウムアオ銅カが、 1965年には、1、2フランニッケルカが、1971年には、ニッケルでメッキが施された5フラン白銅化が、1974年には10フランニッケルオ銅化が、1976年には、1、3チームステンレスカと5、3チームアルミニウムアオ銅化が、1989年と1992年には、 それぞれ10フランと20フランバイメタル化が導入された。以上の効果はいずれもフランスの効果と寸法や素材の配合が合わされたものとなっていた。モネガスク紙幣が発行されたのは1920年から1921年にかけてのみであり、これらは253チーム、53チーム、1フランの額面で緊急紙幣として発行された。ありがとうございます。